皆さんこんにちは、ナイスタです。元気ですか？この間はですね、ちょっと衝撃的なことが起きたんですけど、日本の夏の影響でそれについてお話しできればと思います。日本の夏は本当に最近やばいっていうか、鬼ですね砂漠みたいな感じです。外は砂漠行ったことないんですけど、まあそんな感じかなって勝手に思ってます。でもまあ砂漠の方が大変だと思うんですけど、でもね、それくらい大変ということですね。日本の夏も本当に蒸し暑くてすごいです。でさらにそれだけじゃなくて、なんか周りが燃えてるように感じますね。まあまあ、前はあの日本の夏でびっくりしたことについて話したんですけど、もしまだ見てない方がいればぜひ見てみてください。あとそこで、ちょっと日本人っぽくなったことについてもお話ししたんですけど、こちらの動画で、最近、まあ今夏なんですけど、ちょっと衝撃受けたことについて、お話ししたいと思います。衝撃ということもあるんですけど、初めて経験したことについてお話ししたいと思います。実は私のふるさとも結構暑くて、夏は結構暑いんですけど、30度まで、まあ、行くことも普通にあるんですけど、でもね、やっぱりちょっと違います。あと湿気も高いんですけど、でも結構海が近いからとっても近くて、そのおかげで風が結構吹くんですね。なので暑いけど、まあまあ福岡みたいな感じです。この前福岡にいたんですけど、でやっぱり海の近くにいると結構ね風が吹くんですね。でそれで暑くても、まあ、ちょっと気持ちいいっていう感じです。はい。でも東京はなんかちょっと違います。まあ地域によって多分いろいろ違うと思うんですけど、今回は東京についてお話したいと思います。あ、すいません、東京だけじゃなくて、まあちょっと2つの他の地域も出るんですけど、これは最後にお話しします。合計で4つあるんですけど、そう最近経験したことですね、4つなんですけど、まあ、順番ずつお話しします。まずはもう本当にこれは初めてです。まあ全部初めてなんですけどまず今回の夏で初めて経験したのは夏バテです。はい。もうなんか全然食欲湧かないです。もう初めてですよ。なんか私はなんか病気になっても、まあなんか風邪とかそういう風邪ひいても、もうなんか普通に食欲が出るんですね。何があっても基本的に食欲は大丈夫です。で前は友達から、知り合いからなんか夏バテで全然食欲湧かないなという話聞いたことあるんですけど、そんなことあるのって思ってたんですね。私は全然食欲が普通に、普通にありました。私の食欲も本当にすごくて、夏でも冬でもたくさん食べたいタイプなんですね。はい。まあそれもちょっとあまり良くないんですけどね、ちゃんとほどほどにしないといけないんですね。はい。でも普通は夏でも暑くても、全然食欲に問題なかったんですけど、今回はこの夏は初めて、全然食欲湧かないです。まあいいことかもしれないですね常にね、食べ物について考えるより逆に考えなくて済むということなんですね。実はこの夏バテで食欲が湧かないというのをポジティブに捉えています。逆に良かったかもしれないですもともと甘いものとかも好きなんですけど、甘いものとかもねあまり食べたくならないんですね。まあもちろんたまに食べてるんですけど、なんか友達と一緒にねカフェとか行って、そこでパンとかケーキとか食べるんですけど、家とかねいる時は甘いものとかも食べたくならないんですね。それは初めてでちょっとびっくりしました私大丈夫かな。でもまあ逆に良かったと思います。自分を抑える必要もないんですね。それは逆に助かりますはい。そして次はこの前海行った時に起きたこと、まあ、なんか事件みたいに言ってるんですけど、全然そんなことなくて普通にびっくりしたことなんですけど、海行った時は2リットルのボトルの水を持って行きましたね。なんか1回目行った時は500ミリしか持っていかなくて、でそれはちょっと足りなくて後悔して、じゃあ次はもっと大きいボトルを持っていこうと思って2リットル持ってきました。はい。でもともとその水は冷たかったんですね、普通に。で持って行っ
ってる最中にどんどん暖かくなってきて、まあ駅からあの海まで20分くらい歩いてて、その間に結構もう水があの暖かくなりましたね。でその後海に着いたら、まあ、しばらくねボトルを置いたら、もう本当になんか普通に暖かくなったんじゃなくてお湯になりました。すごい暑くなってきて、お茶とかもね作れたと思いますよ、あの持ってたらね。もう本当に普通になんかポットとかにあるようなお湯でした。なので砂浜で暑い中で冷たい水じゃなくてお湯を飲んでました、うん、面白い経験になりました。まあ今考えるとなんか冷たく保つなんか容器というかなんかありますよね、袋みたいなものを持っていた方が良かったんですよね。うん、まあちょっとその時は考え、まあ、そこまでなる、うん、と思わなかったんですね想定外でした、はい。で思い出したんですけど、今回はね日本では水がお湯になったんですけど、ロシアでね似たような経験があったんですね。逆の経験、はい。その時はあの冬にねバイカル湖行ったんですけど、そのバイカル湖を40分くらいなんか歩いたら、寒い中でねその持ってた水、まあその時はあの500ミリのボトルで、でなんか半分くらい残ってたんですね。でその残った分はその40分で凍りました。うん、まあなんかがっつり氷になったんじゃなくて、なんかちょっとまあ軽く凍った状態になりました。うん、まあ飲める状態じゃなかったんですけど、それもねびっくりしました。なのでちょっと似たような経験なんですけど、まあ逆ですね。そういうこともありますね。気をつけないと。次も、あの、想定外のものでした。ものじゃなくてこと。はい。その時は、まあ普通に外を歩いてて、アスファルト、まあどこでもアスファルトが、はい。なんかまあアスファルト歩いてて、でその日は、すごく晴れてて、雲も一個もなくて、素敵な晴天でした。うん。すごい綺麗な青空でしたが、もう暑くて、本当にすごかったんです。で、昼でしたね。一番暑い時間帯なんですよね。うん。で、まあ、すごく暑くて、頭も暑くて、全部暑くて、でも一番暑かったのは足です。それも想定以外でした。その時は、あの、スリッパじゃなくて、なんか、普通のね、あの、上からも、あの、なんていう？まあ、ね、パンプス、まあ、パンプスみたいな、ね、靴でした。上からもついてて、なんか普通の靴です。はい。説明が逆に難しくなりました。まあスリッパじゃなくて、なんかちゃんと足が囲まれてる状態。変ですよね。まあ普通の靴でしたね。で、まあ下から暑くなるのも、うん、なんか前は、夏はスリッパしか履いたことなくて、まあ大体、そうですね、なんかたくさん歩くときは。うん、だからあまりそれを感じなかったんですけど、で私のスリッパってあの底は結構厚いんですね。うん、でもあれはなんか薄くて、まあ上も下も薄くて、だからすごくアスファルトの厚さを感じました。すごかったんですよ。でさらにまあアスファルトはさておき、それはまあアスファルト厚くなるからそれはしょうがないと思いながら、どんどん上も厚くなって、で、なんかあの、靴のね、その上の部分。だから、両方から、なんか暑さを感じて、なんか、なんだろう、足がオーブンの中に入ってるような状態でしたね。もう焼けちゃおうかなと思いました。本当にすごかったです。あの、大変でした。歩くのが。で、結構歩かないといけなかったから、もう、ちょっとね。大変でした。びっくりしました。それより。それはもう一つの衝撃的な、うん、想定外の衝撃的なことです。で、今まで話したことは、あの、今年経験したことですね。その次と最後は、去年、初めて、人生で初めて感じた、経験したことです。うん、それは、熱中症ですね。はい、熱中症にあったことない。と思います。自分の人生の中で。結構夏でも外たくさん歩くんですけど、うん、一回もなくて、日本でも、ロシアでも、どこでも。でも去年は、なぜか、まあ、その時は水もあまり飲まなかったかもしれないですね。なんか撮影とか行って、うん、浜松と沖縄でしたね。で、ちょうど撮影した時は、なんか、何も被らなかったし、で、
見ず、あの場所を取るからあまり買わなかったし、結局あの夜すごい結構辛くなってたんですね。うん、それは初めて経験しました。でも軽い熱中症だったと思いますね。うん、なんか吐き気と、まあ、頭痛となんかだるさがあったんですけど、あとすごい、ね、眠いはい。で頭痛はあの次の日まで続いてたんですけど、まあその次の日なんかゆっくりしたら、なんかその次の日はもう良くなってたんですね。だからまあ多分熱中症だったと思うんですけど、こういうね症状だと、でもまあまあ軽めかなと思います。なのでその時は思ったのは、やっぱり水をもっとちゃんと飲まないといけないなと思いました。まああとできればなんか帽子とかかぶった方がいいかなと思って、うん、なので去年から水をもっとちゃんと飲むようにしてます。なんか前はあのその去年まで結構まあ水をちゃんと飲んでたと思うんですけど足りなかったみたい。なんかあの相当いる間じゃなくてもまあいいかなと思いました。なんかその後は例えばホテルとかインとかね戻ったら、その時たくさん飲めばいいと思ったんですけど、まあでもうんそうじゃないみたいではい、こう外いる時さらに、まあ、たくさん飲んだ方がいいと、うん、思いました。でも初めてねあの熱中症に遭った時は なんか風邪ひいたのかなと思ったんですけど、でも夏に風邪あまりひかないタイプなので、なんだろうって思ってて、やっぱり熱中症かってびっくりしました。まあでも、そういう時があるからこそね、いろいろ反省っていうか、まあね反省してなんかやること見直して、なんか新しい対策とか導入することができるんですね。まあできればもちろんそういうね経験せずに最初からねいろいろやった方がいいと思うんですけど、まあでもうんそれも経験であって次の改善につながりますね皆さんはちゃんと熱中症対策やってますか？ちなみに熱中症にあったことありますか？あと私が今日話したこと、なんか経験したことありますか？ぜひコメントで書いてくださいね。でこちらの動画をここまでにしたいと思います。動画少しでも気に入ったら高評価とチャンネル登録お願いします。私にとって励みになります。そして前の動画、あの日本の夏であのびっくりしたこととか、あと海に行った動画とか、あのまだ見てない方がいればぜひぜひ見てください。概要欄にねリンクを貼っておきます。じゃあまた会いましょう。いい一日になりますように。お体に気をつけてくださいね。